左から、徳田九一、野坂三十三、滋賀義雄。野坂三十三は、日本の政治家、共産主義者。衆議院、議員三期、参議院、議員四期。コミンテルン日本代表、日本共産党の第一書記、議長、名誉議長などを務めたが、大粛清時代に、 同志の山本健三らを NKVD に残言密告して死刑に追いやっていたことが裁判年になって発覚し日本共産党から除名された。署名は小野さん。中国では岡野進や林明らとも称した。ペンネームは野坂哲霊、野坂哲など。山口県萩市の商家に生まれる。3月30日生まれだったためさんと名付けられた。 9歳で、母の実家である野坂家の養子となり、野坂生となる。締原内閣初期官長となった内務官僚、杉田大三郎は、義兄竜夫人の姉子。明治31年、明林神城小学校入学、萩中学校を経て、県立神戸商業学校に進学。在学中論文に、社会主義を論図を発表して教師からひどく、叱責される。 明治45年、慶応義塾大学理財科に入学し、在学中に、友愛会や新人会に入り労働運動に参加する。卒業後、常任初期となる。1919年友愛会の派遣で、イギリスに渡り、グレートブリテン共産党に参加する。帰国後、第一次共産党結成に参加。1923年6月5日の第一次。 共産党検挙事件に際して、ソ連へ密航した。日本労働総同盟の産業労働調査所主事となり、慶応の後輩、野呂栄太郎に影響を与える。後3.15事件で検挙されたが、目の病気を理由に釈放された。この釈放後、野坂は1931年に、妻の野坂龍と共に密かに、ソ連に入国するが、その経緯には、謎が多い。 外国人向け政治学校東方勤労者、共産大学で秘密訓練を受け、コミンテルン、内務人民委員部のスパイになったという。その後米国にも入国、アメリカ共産党とも関係を持つ。また、1940年、中華民国のエニンで、中国共産党に合流する。同年10月に、日本校の学校を組織したり、 1944年2月日本人民解放連盟を結成し、日本人捕虜に再教育を行ったり前線で日本兵士を脱走しなさい。私が日本に帰れるようにしてあげます。共産党第八祖地軍日本人岡の進むという内容のビラを配布するなど日本帝国主義打倒を目指した活動を行った。野坂は一貫して天皇制に優雅的であり、 天皇制打倒を掲げた党の方針とは異なる立場を表明することが多かった。野坂は第二次世界大戦終了後の1946年1月12日に中華民国から日本に帰国し、26日に日比谷公園で参加者3万人による帰国歓迎大会が開催される。大会委員長山川人氏司会の荒畑寛村のほか 日本社会党委員長、片山明の登壇、尾崎幸男のメッセージなど、党派を超えて集まり、民主戦線受立を目標とすることが宣伝された。この大会のために、英雄帰るという曲が作られ、声楽家、四谷文子が壇上で熱唱した。また鈴木田賢治は、同志、野坂帰るで始まる歓迎詞を朗読した。先立つ十四日に、愛される。 共産党というキャッチフレーズや振興対象としての皇室を容認した中央委員会との共同声明を発表した。また、在満法人の困窮を無視した講演での発言が発端になって、後に小足島在留日本人大総監が開始された。府中刑務所から解放されていた徳田九一らと日本共産党の再建を果たす。 4月10日の戦後初の第22回衆議院議員総選挙で東京都第1区から当選した。新憲法制定の審議では自衛権保持の観点から政府の草案に反対し憲法全文に主権が国民に損するとの文言を追加するよう主張した。ソ連のシベリア抑留の帰国者に関する手紙でソ連のシベリア抑留の肯定延長を求める文面があり、 それをもとに国会で大々的に追求される。1950年に日本共産党がコミンフォルムから平和革命路線を批判されない部分列した際には、徳田らと共に所管派の指導者となり、宮本賢治らの国際派と対立。GHQ のチャールズ・エル・ケーディスと親しくしていたが、レッドバージ及び団体統規政令の出頭命令を拒否したことによる。 団タダしれ事件で逮捕状が出されて地下に先行、中華人民共和国に亡命して、武装闘争路線を取った。1955年に帰国して、国際派と和解し、六前協で、武装闘争路線を否定して第一書記に就任する。8月11日には、団体登記政令違反で逮捕された。同月16日に釈放されるも9月7日に、 在宅起訴された。1956年に東京都選挙区から参議院議員に当選。1977年まで4期にわたって参議院議員を務めた。1958年に共産党議長となり、宮本が初期長となった。段ただし令事件に関連して松本美まが1961年12月に最高裁で、 免訴判決が確定したことにより、1962年3月に、野坂は高訴企画となった。1982年7月の第16回大会で退任し、以後名誉議長となった。議員引退後には、1970年代から書き継いできた自助伝、風雪の歩みを完成させ、1992年には生誕100年ということで、 黒柳徹子との進行から、徹子の部屋にも出演したり、NHK 教育テレビジョンで特集が組まれたことも、あった。しかし、その直後の、週刊文春休から11月の連載が、元となり、調査の結果ソ連のスパイだったとして、1992年9月20日に、日本共産党名誉議長を解任された。さらに、同年12月27日の 中央委員会総会において日本共産党からの除名処分が決定された。これはソビエト連邦の崩壊後公文書が情報公開され、野坂が1939年にアメリカ合衆国からコミンテルンのディミトロフへ送った手紙が明らかになったことによる。野坂はソ連にいた。 日本人同士の山本健造ら数名を NKVD に残限密告し、この結果山本はスターリンによる大粛清の犠牲となったのである。名誉議長解任時点では、日本共産党は恒例の野坂に対して党として引き続き必要な配慮を払うとしていたが、その後の除名処分により配慮も打ち切りとなった。野坂は、 残念ながら事実なのでこの処分を認めざるを得ないと述べた以外はこの件について語らず1993年11月14日に死去した。参議院では慣例に従い永年在職議員表彰者であった野坂に調子を贈呈したが日本共産党はこれに反発し調子の議決とその朗読の間は参議院本会議を欠席した。 野坂33歓迎国民大会で壇上に立つ、野坂1946年1月26日、日比谷公演。ありがとうございます。